川南パーキングエリアは、宮崎県小湯郡川南町にある東、九州自動車道のパーキングエリアである。上下線集約型となっており、延岡、大分方面側が、宮崎、鹿児島方面側にクロスしている。そのインターチェンジ高鍋 IC 間の2012年12月22日の開通と同時に共用開始された。パーキングエリアの施設には、 宮崎県産材がふんだんに使われている。建物の周囲の歩道部分には2011年の新しい年竹噴火の際に九州自動車道に降り積もった火山灰85とを利用したレンガを敷き、外の通路の屋根やトイレの内壁には帯杉をあしらい、建物横の芝生には川、南町産の芝を使っている。 2012年の共用開始から2019年度まで南海トラフ巨大地震で予測される津波など大規模災害発生時の避難拠点となる防災用コンテナハウスが設置されており平常時は地域の特産品を扱う即売所として使われていた休憩施設をさらに拡張させ一般道からでも利用できる売店や 食堂の入った一部2階建ての有人施設が追加で建設され、2020年4月23日、有人施設、川南プラッツが開業した。なお、川南プラッツの建設に合わせて、コンテナハウスは撤去された。2017年9月29日に、セルフ方式のガソリンスタンドがオープンした。これまで、県内の高速道路では、宮崎自動車道、 霧島 SA にしか設置されておらず、東九州道には設置箇所が少ないため、利用者からの要望が多かった。そのガソリンスタンドは建物こそ上下線共用だが、給油スペースは上下線で分けているのが特徴となっている。なお、現時点では、延岡インターチェンジ宮崎西 IC 間の約 87km において唯一のパーキングエリアとなっている。 川南プラッツ。一般道側から2020年9月撮影川南プラッツは、宮崎県小湯郡川南町にある地域、活性化施設である。川南 PA の隣接地に所在する。投資施設は、川、南町等の地域団体によって整備され、指定管理者として、川南、町づくり株式会社が運営を行っている。 地元産の食材を用いた売店や食堂、インフォメーションコーナー等を設置しており、日向の日だまりをコンセプトとした川南町及び、小有地区のアピールをする場の提供を行っている。また PA 機能の拡充も目的としており、高速道路区域外の施設でありながら、一般道側だけでなく、高速道路側からも利用可能なハイウェイオアシスの形態をとっている。 これによる利用者増加を見越して、川南 PA の駐車場は上り線を中心に増設が行われた。開業当初は、新型コロナウイルス感染症の流行、拡大防止のため、一般道側からのみの利用に制限されていた。2012年の開設当初設置されていた防災用コンテナハウス。平常時は即売所、モンマルシェとして使用されていた。 2013年1月撮影 PA 区域外の超有地にある施設だが、ハイウェイオアシス形式となっているため、PA 内の駐車場からも利用可能は、PA 内からの利用可能時間。一般動画からの入場は8時19時まで。ありがとうございます。